いらっしゃい。ようこそスナック MP ガブリエラへ。はい、今日も始まりました。じゃあ早速乾杯します。はい、いただきます。グラス片手に。お願いします。そう、それとせーの、乾杯。はい、ということで今日も始まりましたけれども、今日はですね、当初の方に、遠隔への質問が来ているので、それに答えたいと思います。そうね。ですね、遠隔の皆さんは今、アーティストの活動をしていなかったら自分はどんな仕事をしていると思いますか、という質問ですね。どう思いますか？私ですか？多分キャリアウーマンになってますね。なんでキャリアって自分で言えるんですか？ウーマンなんだ。本当だよね。そうだよ。でごめん、生まれ変わったらとかじゃなくて今男じゃん。あーね。そう、だからキャリアウーマンとかじゃないの。じゃあキャリアマン。言うの、そういうふうに。サラリーマンだよ。サラリーマンとかって私は魔法使いだかな。だからねえからすんな。なん、例えばじゃあ遡って子供の頃に、こういう仕事に憧れたりとかするわけじゃない、それ以外の道も一応考えた時はあるじゃない、何に、他に考えられるとして何になりたかった？あ、多分そしたら私自衛隊だわ。あ、そのまま。そのまま残ってたわ。あ、じゃあ大浴場でずっと大浴場してる感じだ。そう、年がら年中大浴場してる感じ。へぇ。秀樹さんは？弁護士とか憧れますよね。憧れる。弁護士とかちょっとなんかやりたかったな。弁護士になるにはとか調べたことある？なるほどね。私ね、夢があって、自転車屋さんの奥さんになりたいの。なんだよ。なんで？なんか朝開店してシャッター開けたりとかして、隣の人がおはようございますとか言って、で、日がない一日自転車の修理とか空気を入れたいっていう人をこうぼーっと待ったりとか、いろいろ修理したりとかして、定時に閉めて、晩酌して寝るっていう、その生活。憧れるよね。憧れる。すごい。なんかそれをなんかこう支える奥さんみたいなのになりたいと思って。そう、だから自営業をやってる人を支える奥さんになりたいみたいな。ファンとさっきキャリアウーマンって言って、女じゃねえじゃんって言ったじゃん。いや、なんかそっくりそのままお返しするわ。とりあえずうちらパックしてるね。あ、今更。これはファンの方にいただきました。ありがとうございます。はい、というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。週4日遠隔動画を更新してますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にインスタ、ツイッターのリンクもありますので、ぜひぜひフォローお願いします。また来週も見てくださいね。せーの、おやすみなさい。うるおう、うるおう、かわいい。ガッチ影。